最新シリーズのメガホンを取る田崎龍太。87年の仮面ライダーブラックの助監督としてこの世界に入り、これまで6作の平成シリーズで監督を務めた。仮面ライダーブラックのシャドウムーン、石ノ森は生前悪のライダーを生み出していた。平成シリーズ第3作仮面ライダー龍騎では13人ものライダーが登場。誰が善で誰が悪か割り切れない。石ノ森のコンセプトを受け継ぎながら進化している。人間という集合があって、でそのそこからちょっとはみ出た改造人間っていうのがあって、さらにその改造人間っていうグループの中からもはみ出しているのが仮面ライダー、ショッカーの怪人たちが、 あるいはその本郷猛と同じような能力を持って仮面ライダーを名乗ったとしたら、それは今のシリーズと同じかなと。石の森ヒーローってやっぱり同胞と戦って結局創造主を打ち破っていく存在、異端児の話なんですよね。なんだろう、創造主を超えていく存在みたいのっていうのは一つ平成ライダーシリーズの根っこにはなっていて、僕もやっぱりその新しいシリーズに取り込む時とか、劇場版とかの時にはそれを意識して、やってるつもりなんですけども。時代を超えて変わらないもの、変わるもの、それら全てを包み込むのが仮面ライダーの世界なのだ。